え、どうも皆さん、こんばんは。本日もですね、カープの応援お疲れ様でございました。4月の16日、マツダスタジアムで行われました、広島東洋カープ対、東京ヤクルトスワローズ戦、7対5で、カープの勝利でございまーす。対ヤクルト戦、ね、神宮球場で3立てされましたけども、今度はマツダスタジアムで3立て返しということでね、開幕3連戦の、雪辱を果たせたかなと思います。おめでとうございました。今日はね、もう序盤からですね、ちょっと玉村投手がですね、まあ初回に5失点してしまうというとこだったんですけども、まあ球自体はね、そんなに僕悪くなかったと思うんですよね。結構ね、いいところにはボールが投げてるんですけど、今日の審判とはなかなか相性が悪かったのかなって感じですよね。ちょっとね、先頭バッターの浜田選手のね、不運なあたりのヒットから始まりですね、ちょっと今日は玉村投手ちょっと隙がなかったかなと思いますね。バースデー登板だったということなんですけども、球自体は非常に良かったと思いますし、コントロールもね、いいところにバンバン決まってましたし、初回に5点取られた以降はね、2回3回と、無失点に抑えましたんでね、そのあたりは、全く問題ないかなと思いますね。打線の方はですね、マクブルーム選手が、犠牲フライ2本そんなに目立つ活躍ではないんですけど、欲しいところでね、しっかりと打点を稼いでくれるというですね、ヒットこそないですけどね、今日2打点上げてますしね、4番バッターとして最低限の、活躍はしてくれてるかと思いますね。まあ本人はなかなかヒット、ホームラン、が出てない状況でね、結構しんどい、思いをしてる状況だと思いますけども、まあいずれね、ヒットもホームランも出てくると思いますし、そういう調子が悪い時にいかにね、打点をつけることができるかっていうのが4番の仕事だと思いますんで、今日のマクブルーム選手は非常にいい仕事をされていたような感じがしますね。なんといってもやっぱり6回の裏、田中康介選手の、4年ぶりとなる、2号満塁ホームランで一気に追いつくという、いやー、目の覚めるような一発でしたね、ほんとね。まあこれはやっぱり6回の表のね、ヤクルトの攻撃の時にですね、ノーアウトランナー1塁2塁という状況だったんですけども、ケムナ投手がしっかりと無失点で抑えましたというところがですね、6回裏のいい流れにつながったかなと思いますね。まあただやっぱり満塁の状況でよくホームラン打ったなっていう感じですよね。ほんとになかなか打てないですよ。田中選手がホームラン打つと、やっぱり小園選手も危機感を持つんでしょうね。7回にですね、子供選手がピンチヒッターで出まして、ね、今シーズン初ヒット、三塁打を放ちました。ナイスバッティングでしたね。やっぱりこのね、ストライクゾーンに入ったボールを積極的に打っていくというところですよね。田中選手が1号ホームランを打った、試合の最終回ですね。守備でビッグプレーがありましたしね、子供選手ね。田中選手が打つと、やっぱり危機感もあるのか、子供選手も活躍しますからね。だからこういったところでね、切磋琢磨して、レベルアップをしていってほしいですよね。で、小園選手もいずれはね、スタメンを勝ち取らなきゃいけない立場ですから、まあ、田中選手のそういった姿勢を見てですね、吸収できるところは吸収して、しっかりね、ショートのね、レギュラーとして、確固たる地位を築くためにですね、田中選手からいろいろね、見て学んで、で、聞いて学んでもいいですしね、いろんなところを学んでいってほしいですよね。あとはもうやっぱりリリーフ陣が今日は本当に素晴らしかったですね。あとは投手がね、4回5回とまたいで、登板してね、無視点で切り抜けてくれましたし、ケムナ投手、ターリー投手、松本龍也投手、そして、栗林投手とですね、本当にこの玉村投手が初回に取られて以降はですね、ヤクルト打線を0点に抑えてるわけですからね。このリリーフ陣、まあ玉村投手がね、2、3と立ち直ったっていうところもあるんですけども、それ以降投げたリリーフ陣のね、踏ん張り、っていうのが今日のカープの逆転劇を呼んだかなと思いますよね。だから本当にこれ、3連覇していた頃の逆転のカープの勝ち方ですよね。本当になんか強いカープが本当に戻ってきたのかなっていう風に思うぐらいですね、この、ヤクルト3連戦は強いカープを見せてもらったなっていう風に思いますね。強いカープを本当になんか、復活したような感じの、戦い方でしたよね。最後は9回ね、しっかり栗林選手が、3人で切りましたし、何試合か登板期間が空きましたけども、登板間隔が空いたことによって、非常に変化球、ストレート、がですね、またその去年のいい時の栗林選手に戻りましたよね。球威も戻ってましたし、変化球のキレも抜群でしたしね、これはもう、相手バッ
ターは打てないなっていう風な、ボールを投げていましたんで、これ栗林選手完全に復活したんじゃないですかね。ほぼ 100% 栗林選手状態戻ってるような感じがしますんで、こっからはですね、もう栗林選手につなぐために、あとはもう7回、8回とかですね、リリーフ陣をしっかり整備していけばね、どんどん勝っていけるんじゃないかなと思いますよね。現状やっぱりリリーフ陣もかなりいい仕事をしてますし、チーム防御率も多分今リーグ2位とかですよね。なので非常に安定して戦えてると思いますし、なんといっても今日勝ったことによって単独首位に立ったわけですから。だからやっぱりね、最初の4連敗はちょっとね、うわ大丈夫かなと思いましたけども、この戦い方ができるんだったら、カープ今年相当強いですよ。相変わらず秋山選手は絶好調ですしね、今日だから4打数、3安打1出塁だからもう全打席出塁してますからね、申告敬遠が1回ありましたからね、松田対ヤクルト3連戦は非常に、お見事な戦いでございました。3連覇していたところのようなね、強さ、逆転のカープっていうね、姿をね、見せてもらったような、感じがしますね。カープ内の皆さん、お疲れ様でございました。ヤクルト開幕3連戦の、雪辱をですね、果たしていただいて、本当にありがとうございました。そして単独首位、おめでとうございます。いや、でもまだまだね、シーズンは続きますから、秋山選手もね、今日ヒーローインタビューって言ってましたけども、今日抜かずにですね、一戦一戦必勝で、これからもですね、残り、130試合以上あると思いますので、戦っていってほしいなと思います。この首位の、座をしっかりとキープできるように、しっかり戦っていってほしいと思います。カープ内の皆さん、頑張ってください。